私の名前は水木。小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。うちはいわゆる共働きというやつなんだけど、最近は共働きの人多いんじゃないかな。他にも専業主婦といって男性が家庭に入るケースもあるよね。近所に住んでいるあーさんのところも旦那さんが専業主婦なんだけど。あーもうマジでありえないんだけど、うちの夫最悪なの。あやさんどうしたの？今日のお弁当の中に唐揚げが入ってたんだよ。部活やってる中学生男子とかじゃあるまいしさ、普通大人の女のお弁当に唐揚げとか入れる？ありえないでしょ。私の評判が下がっちゃうじゃん。私通勤してた時は普通にお弁当に唐揚げ入れてたよ。晩ご飯の余りとかついつい自分のお弁当に入れちゃうんだよね。でもうちのは専業主婦なんだよ。普通家事も完璧にするしさ、お弁当も健康的な感じにしない？ほらネットで専業主婦の人とか見るけどさ、めっちゃ料理上手な人多いじゃん。なのにうちの夫は全然ダメ。マジで生きてる価値ない。何がダメなの？だって料理に冷凍食品とか使うんだよ。それの何がダメなの？私に養ってもらってるくせに冷凍食品とか生意気。養われてる立場の人間として真面目にやらないとでしょ。その言い方はないんじゃないの？だってあやさんが家事や料理が苦手だし、子育てもストレスに感じて、それで旦那さんに専業主婦になってもらったんでしょ？でもやろうと思えば私でもできたし、それにいつまで私に寄生してるんですかって感じ。それにね、私最近いい感じの男がいるんだ。そっちに乗り換えちゃおうかな。それって1円も稼げないダメ男とかいらないし。あ、水木さん、あのダメ男欲しかったりする？家事とかはちゃんとやるからさ、時給100円くらいで雇ってあげてよ。あいつおむつ交換得意だし。あやさんは旦那さんを裏切るつもりなの？わかんない。でもいい感じの男性がいるんでしょ？そう、彼の奥さんも専業主婦で毎日ゴロゴロしてるんだって。私だったら専業主婦とか無理だね。家事得意じゃないし、仕事をしてる方が気楽でいいよ。うちの夫は無理無理。あいつどうせ仕事できないし、弱っちいダメダメ人間なんだよね。私がいなかったら生きていけないんだから。あー、早く離婚したい。あいつに金使うのとか超苦痛だわ。まったく、あやさんの話は聞いてるこっちも気分が悪くなるね。特に最近はひどくなってきて、口を開けば旦那さんの悪口なんだ。それもすごく理不尽な内容なんだよ。自分は出世を諦めたくないし、家事も苦手だから専業主婦になってほしいと自分から頼んだはずなのに、いざ専業主婦になったら養ってもらってるくせにとか文句を言い出すんだよね。これじゃ旦那さんもかわいそうだよ。まあ当然だけど、旦那さんもついに限界を迎えてしまったんだ。数日後、あや夫婦の LINE。 ちょっとゆうすけ、あんたどこで遊んでんの？大黒柱様がお帰りなんだけど。専業主婦のくせに晩飯作らずに遊び歩いてんじゃねえよ。とっとと帰ってきて、飯と洗濯、風呂の用意にマッサージもしな。離婚するから慰謝料300万と養育費よろしくな。え？そういうことだから。ちょっと何言ってんの。だから大黒柱様が帰ってきたの。ご飯も作らないであんた何やってんの。本当に使えない。だから言ってるだろ、離婚するって。離婚？離婚？やだ、ウケるんだけど。何がおかしいんだ？だってあんたはただの専業主婦でしょ。私がいなきゃ生きていけない人間が離婚とか、間抜けなこと言ってないでとっとと自分のやることやりなさいよ。本当にグズなんだから。おかしいのはあやの方だよ。は？俺は専業主婦になるまで働いてたんだから、あやがいないと生きていけないなんてことはないだろう。実家もあるんだから何も問題ない。そもそも実家に頼らなかったとしても結婚前の貯金もある。数年は娘と二人のんびり暮らしていける額だ。ちょっと何言ってんの。そっちこそ何言ってるんだ。ま、待ってよ、ゆうすけ何怒ってるの。ねえ機嫌直しなよ。今日はデリバリーでも許してあげるからさ。許してあげるか、本当に何様のつもりなんだろうな。え？もうそういうの嫌なんだよ。
俺だけだったらまだしも、娘にも悪影響だ。最近娘は綾に話しかけもしないだろう。それはあんたのしつけが悪いからでしょ。毎日俺に暴言を吐いて何もせずにふんぞり返ってる母親なんて誰だって嫌に決まってるだろう。とにかく俺と娘は実家に戻ったから、落ち着いたら二人で暮らす家も探す。何言ってるの。私のご飯は、お風呂は、明日の会議に着ていくスーツはどこにあるのよ。それに毎日持って行ってるお弁当だって。俺はグズなんだろ。で、アヤは優秀なんだよな。グズの俺ができることなら、アヤは一瞬でできるだろ。すねないでよ、ユウスケ。ね、今度からお小遣いをあげてもいいよ。月に3000円。ほら、好きなおやつでも買えばいいじゃないの。調子に乗るな。何をいきなり、怒らないでよ。俺はアヤのことが本当に好きだった。どうしても出世したい。そのためには生活をサポートしてほしい。そう言われたから専業主婦になる道を選んだんだ。でもアヤは感謝するどころかどんどん調子に乗っていった。待って。いつも小綺麗にしてるのは誰のおかげだよ。俺がアヤと知り合った時はだらしなくて正直不潔だった。それに今よりもかなり太っていて肌の調子も悪かっただろう。それは。だからレシピを調べてかなり気を使ったんだよ。ちなみに弁当に入れた唐揚げはグルテンフリー、ノンフライヤーを使ったから油も使ってないぞ。はあ、何その呪文。とにかく俺はもう離婚するから、専業主婦だからといって毎日暴言を吐いてくるような人間とは一緒に暮らせない。待ってよ、娘は。娘が綾と二人暮らしをするわけないだろ。待って、話を。ねえってば。そりゃ毎日文句言われたら誰だって嫌だよね。綾さんも最初は旦那さんに対して感謝してたらしいけど、いつしか暴言を吐くようになったんだってさ。ちなみに暴言もかなりの量が録音されていて、離婚の証拠としては十分な量だったみたいだよ。綾さんはかなり抵抗したんだけど、まあ無理だよね。ちょっと綾さん困るよ。え、何が。今日は燃えるゴミの日だよ。なんか綾さんが捨てたゴミ袋の中にフライパンとかミキサーとか入ってるんだけど、それにゴミステーションも開けっぱなしだから中にカラスが入って荒らされちゃってるよ。そんなこと言われてもわからないし。いや、調べればいいだけの話でしょ。あとさっき綾さんの後ろ姿が見えたんだけど、スーツの背中部分ゴミだらけだよ。ホコリか何かの。ああ、仕方ないでしょ。できないんだから。なんで誰も私の味方をしてくれないのよ。は？うちの両親までお前のやってることは間違っている。いい加減に夫君を解放してあげなさいとか言って、私離婚させられたんだよ。私が元旦那さんの立場だったら、もっと早くブチ切れしてとっとと離婚してると思うよ。だってみんなそうでしょ。専業主婦って家事を完璧にやって当たり前なんじゃないの？あのさ、一つ気になるんだけど。何？もし綾さんが専業主婦だったら家事を完璧にできるの？できないよね。なんでできないことをごちゃごちゃ言ってんの？不思議なんだけど。それはでも私は仕事をしてるし。なんか話ずれてない？いや、その元旦那さん仕事に復帰したんだってね。前の会社に戻って即バリバリ働いてシングルファザーとして家事や料理も頑張ってるって。だって私は家事苦手だし。元旦那さんも最初は家事とか料理苦手だったんでしょ。それでもあやさんのために頑張ってくれたんだよね。あやさんの出世したいって目標をサポートしてくれたんでしょ。そんな優しい旦那さんを見下して暴言吐いて、あやさん最低だよ。私だって分かってるのよ。数日後、水木とあやの元夫ゆうすけのライン。なるほど、まあ想像通りという感じですかね。俺のところにも復縁を希望する LINE が毎日のように届いていたので、さすがに鬱陶しくなってブロックしちゃいましたよ。なんか気を引くような内容が気持ち悪くて。気を引くような内容？今日もコンビニ弁当、ゆうすけが気を使ってくれてたのに肌荒れしちゃうね。ああ、吹き出物ができちゃった。体重も増えてきちゃったんだよ。このままだったらもっと太っちゃうかもしれないな。誰かヘルシーな料理やお弁当毎日作ってくれないかな。なんかチラチラみたいな効果音が入りそうなライン。水木さんの言う通りですね。
でも何を言われても一生戻るつもりはありません。会社もシングルファザーに対して理解がありますし、娘とは以前からよく一緒に料理をしたり家事をしていたので、二人だけの生活の方が楽なくらいですよ。ぜひまたうちに遊びに来てくださいね。うちの娘も待ってますから。いや、水木さんには本当にお世話になりました。元妻が皆さんに悪口を言ってる証拠も集めていただいて、おかげで離婚もスムーズに成立しましたから本当に感謝しています。いいえいいえ、ゆうすけさんは夫の大切な友人ですから。いや、そう言ってもらえると嬉しいですね。お互い子育てが落ち着いたらまた一緒に鉄道旅行にでも行きたいです。夫に伝えておきますね。はい。その後、あやさんはせっかく出世した会社を辞めることになったそうだよ。というのも、あやさんは会社でも元旦那さんの悪口を言いまくっていたんだって。そんなあやさんがある日いきなりボロボロの状態で出社するようになり、お弁当も持っていないとなったら、みんな事情はすぐにわかるよね。それでひそひそされるのに耐えられなくなって会社を辞めたみたい。今までやってきたことって何だったんだろうね。会社も辞めて自分のことをすごく大切にしてくれていた旦那さんとも離婚して、ちなみに元旦那さんの実家に突撃したらしく、接近禁止命令を出されていたっけ。本当に何してるんだろう。ゆうすけさんと娘さんの方は新しい生活が天国だって言ってたよ。娘さんは千秋の友達だから、また一緒に遊べる日が来るといいな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。